はい、こんばんは、竹下敦です。とてもね、気に入って使ってます。こちら、ギブソンのね、レスポールジュニアです。レスポールジュニアっていうのはね、あのレスポールさんっていう人がいたんです。あのジャズだけではなくね、いろんな結構幅広いあのジャンルの、演奏をしていたね、すごく偉大なギタリストですが、その人の名前を取って、レスポールという、楽器が、ギターがね、出来上がったわけです。その人の、シグネスチャーモデル、その人が使っていたギターを、再現したのがこちらの、レスポールジュニアなんですね。レスポールジュニアっていうのは、それほどね、値段的には高くないんです。結構国産の高いギターなんかよりはるかに安いんですよね。で、特徴としては塗装がね、サテンの仕上げなんですね。薄くラッカーが吹いてあるんだと思うんですけど、ちょっとこれ映像だと分かりにくいかな。いわゆるレスポールとかっていうのは結構ラッカーを、厚めに塗ってこうテカテカしてるんですけど、これは艶消しなんですね。こんな感じで、ピックアップは、1つしかついてません。これ P90 というね、シングルのコイル、ハンバッカーっていうのはシングルを2つつないで2つの、信号をね、こう波形をぶつかり合う、2つのごめんなさいね、話がうまくなくて、2つの信号を打ち消し合うことで、ノイズをね、減らしてるわけです。で、これはもともと電話のノイズを減らすことを目的に開発された技術なんだそうです。それをこのね、ピックアップに応用して、ハンバッカーというのは、シングルをね、2つつないで、大音量になってもノイズが出にくいという、そういう風な仕組みでできているピックアップです。で、これはね、シングルなんで、1個しかこうコイルがね巻いてないんですけど、僕は結構実のところシングルが好きでして、そんなに大音量で弾くような機会もないですし、そんなにね歪ませて、ギターも弾かないんで、ポインポインってこうつつまびく程度のね、っていうようなギターを弾くんで、正直シングルのね、この、P90 ね、すごく気に入ってます。はい。で、先日からエリクサーの弦を試してるんですけど、一つちょっと驚いたのが、ここは今室内で、スタジオなんですが、外にギターを、メンテナンスしたりね、削ったり塗装したりするためのガレージがあるんですけど、そこで時々ギターを干してるんですね。どうしても室内にずっと置いておくと湿気を吸っちゃうんで、ある程度の期間が経ったら、ガレージに出して、ギターを ある程度乾燥させるようにしてます。で、ここのところ気に入って使ってます。ギブソンのね、2020年製のレスポールなんですが、ガレージに出して約1日ぐらい干してみたんですけど、びっくりするぐらいね、チューニングが狂いました。
やっぱり湿度が、まあ、溜まっていた水分みたいなものがね、飛んだことで、やはり大幅にね、木の収縮であったりとか、あと弦が、まあ、湿っていた弦が失礼、乾燥したじゃないかなと推測されるんですが、大幅にチューニングが狂いました。でそこでもう一度合わせ直しましたところ、すごくね音が復活したんですよね。前回お話しした動画の時に音のきらびやかさが失われてきたというふうに言ったんですが、音のきらびやかさがね復活してましたね。これはねちょっと驚きました。どうしても多くの皆さんはね、室内でギターを弾くことが多くて、なかなかまあ、ガレージにギターを干したりとかね、そういうことっていうのはできないと思うんですけど、まあ、マンションでもねアパートでもいいと思うんですけど、まあ、洗濯物を干すようなね、スペース、いわゆる外気に触れるような、そういうところに、まあ、半日でも干しておくだけですごくね、ギターっていうのは風通しもね、当然風が吹くわけじゃないですか。でなかなか室内で風ってそんなに移動しないですよね。そういうことで外気に触れることでギターがねちょっと元気になるんですよね。これはね、まあ、長年ギター弾いてますけど、ちょっと新しい発見でしたね。なんとなく感覚的にまあメインは僕はクラシックギターなんですけど、クラシックギターはやはりその木の面積がねすごく、大きい、金属パーツがほとんどないんで定期的に干してたんですね。そうするとギターがこうちょっと湿ってたのがこうカラッと乾燥していい音になるなっていうのはこう感覚的には分かってたんですが、こういったね、エレキギターでそういうことが起こるっていうのはちょっとね、また新たな発見でしたね。本当にギターっていう楽器は面白いですね。本当に日々勉強ですし、いろんなことを試してみるとね、いろんなことが変化するんで、ギター自体でそんなに高い楽器ではないんで、これ一本持ってるだけで木っていうね、すごく地球にあるこう自然の、ものから作られているわけで、とてもその木と付き合うっていうのはね楽しいことですね。やはり人間もね日光に当たらないと体調も悪くなりますしね、ギターさんも同じなんだなって思ったりします。このギターにはね、今ダダリオの、1046と呼ばれる、ライトゲージになるのかな、まあ、いわゆるギブソン社が、推奨している、一般的な、弦を張ってるんですが、これも大事に使うと本当に長持ちしますね。僕はだいたい今まではもう長くて1週間に1回もう頻繁に弾くんで3日に1回とかね、そういう頻度で変えてたんですけど、丁寧に拭いてあげたりとかね、あと定期的に干してあげることですごくギターの弦のねライフサイクルが伸びてます。ここのところやっぱりそんなにお金をかけちゃうとやっぱりね、お金なくなっちゃうとギター弾けなくなっちゃうと、まあ、モチベーションも下がっちゃうじゃないですか。いろんな方法でできるだけ長くギターを楽しめるようなね、そんな工夫っていうのをこのチャンネルではね少しずつご紹介できたらいいなと思います。
もうそれは弦をもうしょっちゅう変えられれば一番いいんですよ。でも弦が変えられない、弦が錆びちゃった、いい音がしない、じゃあギターやめちゃおうって、そういう方結構多いと思うんですけど、そうならないようにね、少しでも何か工夫して楽しくギターが、弾けるようにね、長く続けられればね、必ずいいことがありますから、そういうようなことをね、今後もご紹介していきたいと思います。本日ご紹介したのはね、こちらのとっても気に入ってます、レスポールジュニア、レスポールさんがね弾いていたこのレスポールジュニア、すごく気に入ってます。はい、大事にねしていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you soon です。